はいどうも、タミオです。今回もハンドリングメニュー紹介していきます。突然なんですけど、特に高校生とか部活やってるみんなってハンドリング練習とかって知ってますか？僕はね、全然やってなかったです。僕が高校生の時はやっぱスリーメンとかラントレとか、あとウエイトとか、そういうのに重点を置いてて、全然こうそういうね、個人スキルとかって練習しなかったんですよ。まあ監督来ない時にラントレ端折ったりとか、スリーメン端折ったりとかね、あとアルソックとか行って、渡り廊下とかから先生の車見に行ってナンバーとか覚えて、先輩に報告したりしてました。みんなやってるよね。俺だけじゃないと思う、絶対。まあそんな話は置いといて、今回はね、自主練でできる指先の感覚を養うドリブルメニューを5つ紹介しようと思います。まあまず1つ目は、その場で細かくドリブル。これですね、左右で20秒間ずつぐらいやってみてください。で、これポイントは地面との距離をなるべく縮めること、 1,2 センチぐらいですね。で、しっかり細かくつくことと、あとつま先の前にしっかりつくようにしてください。つま先の前でドリブルです。で、2つ目はさっきと一緒でつま先の前からスタートするんですけど、これを左右で左のつま先の前に持ってって右のつま先の前に戻すっていう横移動ですね。これを10往復やってみてください。しっかり指先で細かくする。終わったら次逆です。こんな感じです。あ、言い忘れてたんですけど、しっかりパーススタンスを取って。してください。で、3つ目が足の横を縦に、これもしっかり上が上半身をこう前のめにならないで、しっかりパワースタンスを取って細かくついてください。感じです。あ、次がゼロの字ドリブルです。片手で足の間を通してドリブルしてください。これも左右10周ずつです。で、ポイントはこう足の間を通して手で変えるときに、変えるっていうか、こう足の間を通して手で迎えに行くときにファンブルをしないようにしてください。ここでファンブルしがちなんで、ちょっと強く跳ねさせてしっかり後ろで迎えるようにしてください。終わったら次逆回りです。
前回りの方が結構難しい。しっかり前でこう迎えに行くのがね結構難しいんで、ファンブルしないようにしてください。次逆行きます。こんな感じですね。でこれドリブルつくときに指先って言ったんですけど、第一関節、そうですね、爪ぐらいですね、第一関節のほんと先の方でこの辺でついてください。もう指先だけ汚れるみたいな感覚ですね。外でついてると指先だけ真っ黒になるんですよ。そんな感じになると思うんで、指先本当に第一関節の先っちょだけでつくようにしてみてください。でラスト5つ目ですね。最後は8の字ドリブルです。これも前後で1周噛んだ。これも前後で10周ずつやっていきます。はいって感じで今回もドリブルメニュー紹介しました。自分はこれ結構ゲーム前とか、まあその大会によってね使われるボールのメーカーとか変わってくると思うんですけど、そのボールにしっかりアジャストできるようにゲーム前のアップでこういうメニューは時間かけてやりますね。まあ自分結構インスタの DM とかでドリブルのコツとかありがたいことに聞かれるんですけど、やっぱねこういう基礎的な部分が一番大事だと思ってます。しっかり自分のイメージ通りに動けるように、こう体の動きとあとボールハンドリングとかにラグが起きないようにこういう練習やってるんで、皆さんもぜひ試してみてください。